です。今日なんですけどもね、カラーのセカンドデリバリーですね。セカンドデリバリーがありましたのでご紹介いたしますと。で、今回セカンドなんですけども、これで完納となります。はい、デリバリー終了となります。早いですね。はい、そういう感じです。で、最後なんで、結構まとまったボリュームでまた入ってきましたんで、今回もね、ちょっと2つのパートに分けさせていただきたいなというふうに思います。今回は、まあちょっとアウターと、まあシャツ、綺麗めな感じのと、まああと、靴というかシューズ類、フットウェア、これをご紹介する。もう一個はカットソー系ですね。T シャツですとか、まあスウェット系とか、どっちかというとそっちの方と、こっちで2つのパートに分けようと思います。で、もう一つの方のね、動画はね、概要欄の方にリンク貼っておきますから、絶対マストでね、両方見ていただいて、まあ一応 19SS カラーの、まあ、全体感を掴んでいただきたいなと思います。はい、すいません。前置き長くなりました。では、今回、はい、こちらのパートでご紹介する商品の、まあ、ラインナップでございますけども、まずコートですね。スプリングコートというかね、これまたかっこいいで、一肩2色ですね、はい、ちょっとこうネイビーがかったグレーと、こっちもうチャコールっぽい感じ。また後で来ますけども、これもね、まためちゃくちゃかっこいい。僕は今季このコート一押しです。このコート一押し。はい。とですね、セットアップです。セットアップ。ネイビーのセットアップなんですけどもね、皆さん、この素材。この素材ですね、エステル・ウーリー・ギャバという素材なんですけどもね、今日私履いてませんが、あのね、以前ご紹介した、蜂の巣とかね、バキバキに出てる、経年変化しまくりの、僕がヘビーローテーションにヘビーローテーションを重ねている、あのパンツと同じ素材のものでございます。はい、このセットアップ、これめっちゃかっこいいで、これシンプルだけどめっちゃかっこいいで、後で来ますから、はい、パンツと。半袖の解禁シャツでございます。カーキとネイビーとでね、これがまた面白い素材でね、これがね、カメラ越しにはねなかなか伝わらないんだけどね、もうねフィルムですね。フィルム言ってしまえばもうサラッサラのね、フィルムです。本当にこの生地感めっちゃ面白い。これね、これまあ後でちょっと着ながらね、できる限り言語化したいと思いますけれども、なかなか難しいけど、もうカラーらしい素材使いですね。はい。とシャツと、フットウェアですね。今回初めてではありますけども、サンダルですね。サンダル。はい、こちらをチャレンジしてみようかなと。やっぱね、カラーといえばね、サンダルなんですよ。毎シーズン、秋冬でも春夏でもサンダルを出すっていうようなブランドなので、やっぱね、結構ブランドにとってはアイコニックな、アイテムなので、ちょっともうサンダルはこのまま、この流れでご紹介してしまいます。はい。どうでしょう。いいっしょ。これ、靴ともね、またちょっと違ってね、まあ、いろんな要素、素材、そういったものがミックスされてるっていうような点では一緒なんですけどね、またちょっと雰囲気も違くてね、うん。良くないですか、このサンダル。ね、カラーらしいですよね。ちょっともうちょっとこう、どういう、ほんといろんなね、こういうベルトがついていたり、ここに、PVC のね、ちょっとこう透明っぽい素材、それがマジックテープでついていて、でその下にまたね、こういうようなちょっとこうね、ドローコードみたいなものが仕込まれていて、こう幾重にも重なったレイヤードされたようないろんな素材、いろんな要素がこうミックスされててね、これなかなかね、夏場足元ね、これめっちゃかっこいいと思いますよ。うんで 27.5 です。サイズは 27.5 ですね。ここにカラーと入ってますね。あ、お値段大事なことだ、忘れてる。お値段がですね、46,000円でございます。46,000円。はい。なので、まあ、サンダルにしてはもちろん高い。だけども、やっぱもうこう作りがこれもんなんでね、オリジナルで作ってこれなんで、まあ、やっぱそれくらいはしちゃうよねっていう、パーツもこれだけ使ってるんで、なんで、まあ、からの今季のね、サンダル、いいんじゃないかなと思います。はい、今季のテーマにね、沿ったような作りかなと思いますよ。ぜひどうでしょうかと、足元いいと思います。はい、まあそんな感じでね、じゃあ早速コートから着ていこうかなと思います。はい、着てみました。どうでしょう、コートでございます。いやー、これかっちょいいぞ。いやもうこれはね、僕展示会行った時からもう目つけてたんですよ。うわ、これかっこいいなと思ってずーっと。はい、最初に言っときましょう。サイズ1でお値段94,000円でございます。で、僕が着てるのはちょっとネイビーがかった方ですね。ネイビーグレーというかね、はい、とこっちのもうちょっと暗い方のグレー、チャコールというか2色展開でございます。さてさてさて、どっから話すかというとね、まあ一番ポイント、やっぱここだろうね。このね、対六肩コートみたいにね、片方だけベルトがついてて、背中の方ここまでで、ここに D カンがついてるんですけど、ここだよな。ここがね、ほらゴムでキュッと、だから脇腹のここのシュリンク、いやー、いいねー。これ、まあ、カラーはね、こういうデザインよくやるんですよ。こう対六肩風のね、うん、片方にベルト使ってみたいな。いや、ここがまず好き。ここがまず好きで、次の好きなポイントね、袖。やっぱ袖でしょこれね。ここの、まあこれも結構アームホール太めです。例によってやっぱカラーのコートとかってアームホール太めで、袖にかけてシュッとねなるんだけど、今回ね、この袖にかけてシュのその辻褄を合わせてるのがここなんですよ。これ分かります？スナップボタンがここについてるんですね。ほら、だからまあもともとの作りとすれば、パターンでねシューッと持ってくというよりは、このコートはもうアームホール太いままドーンと袖の方まで来ちゃうんだけど、それをね、ここのスナップボタン、ここをカチッと止めることによってどうでしょうとね、ちょっとこうタックみたいなのができてね。いや、こういうとこも好きなんですよ。なんか見てここのツンとしたね、ここのツンとした感じ分かります？ここね、ああ、こういうところがまだ、横顔がまずいいよね。これね、袖もそうだし、この脇のところもそう、横顔がまず素晴らしい。あれ、すいません、これ言い忘れた。こういうとこも大事なんだけど、さあ、ピントが合わないか。ここね、あったここのカチャってやるところ、ここが、これ鉄ですね、金属ですね。わかります？金属なんですよ。こういうの大事じゃないですか。これがね、変な安っちいプラスチックの銀メッキだったらちょっとまた違うんですよ。ちょっとね、幻滅しちゃうじゃないですか。だからこういうところにもしっかりこう重量感のあるこうメタルを使って、ちゃんとこう細部まで高級感を持たせて、だからちょっと重量感ありますよこれ。こういうとこも大事なんですよ。こういうとこもね、本当に。いいなぁ。はい。色もいい。色良くない？ちょっとヘザーっぽい感じで、木っぽい感じでさ、ね、なんとも言えないこの青みがかったグレー、素晴らしいね。まあ全体としてのシルエットはこんな感じですよ。どうでしょう。だからまあこのね、対六肩コートっぽいこのウエストのベルトがある分、ちょっとウエストキュッてなりますね。従来のコート、カラーのコートは、まあ、A ラインみたいにねストーンとこうですけど、これはちょっとこうなる感じ、砂時計型というか若干そういうシルエットですね、うん、いやー、いいなー。うん、だから形としてはステンカラーコートっぽいですよね、全体としては。はい。で、これがですね、見てください。これボタンが1個しかないんですよ。一番上、ここだけ、一番上パチッと止めるだけ、あとボタンは何もないです。ここのベルトだけなんです、ね、これも開けるとね、開けるとまたちょっと雰囲気変わりますね。こうやるとちょっとチェスターっぽくなるんじゃないですか。うん、こうやって上を開けて襟を開くとね、解禁するとちょっとチェスターっぽくもなる。だから開けた時の印象はまたちょっと違いますよね。わかります？いやー、あとはまあ背中のここやな。ここのね、パターンというかパーツ、3種類あります。これ分かりづらいかもしれないけど、あ、これで分かるか。ここのコートのボディの生地で、ここに1個こう別のナイロンの生地で、ここにポリエステルの生地が、これ多分まあポリかな。3種類の生地、あ、これで分かりやすいかな。はい、使ってるんですよね。これも同じです。ほら、3種類の生地使ってるんですね。だから後ろ姿も美人ですよと、うん、ここもね、こことここの生地は一緒ですね。はい、だこのね、このシンプリシティの中に詰め込まれたさまざまな要素、それからなされるね、このいでたち、これは素晴らしいね。これかっちょいいわ。シンプルだけど、あれお値段いったっけ？お値段94,000円です。サイズ1ですね、僕が着てるのは。言ったかな？ちょっと喋りすぎて忘れちまったけど。はい、そんな感じですね。いやー、これいいね。僕好きです、これは。うん。なんか今季全体的に 19SS って、いろんな要素がね、こうミックスされたゴタゴタ感みたいなのがあるんですけど、その中でも、このコートとかは従来の、まあ、カラーっぽさ。うん。に、まあ、忠実なものというかね、なんかそういうようなイメージがあって好きですね。あともう一個だ、重要なの、裏地。裏地がメッシュなんですよ。裏地メッシュです。裏地がメッシュ、わかるかな。はい、そういうところも僕は好きです。はい、そんな感じでセットアップ着ていこうと思います。はい、すいません、セットアップって言ったんですけど、先にシャツの方着ます。はい、シャツです。いや、これもいいんですよね。これいいね。シンプルながら、これをなかなか伝えるのが難しいですけども、できるだけ頑張ります。はい、じゃあ最初に、サイズ2ですね。サイズ2でお値段37,000円でございます。で、素材がナイロン85%、ポリウレタン 15% の素材でございます。どうでしょう、見てみてください。まずシルエット的なところ、サイズ2ですね。はい、いや、これがね、よし、素材感なんですけど、さっきも言ったようにフィルムに近い感じです。このなんか音とかからも、音とかこう生地がこうね、ちょっとシワがやった時とかみたいな、なんかそういうのを見ていただいたらなんとなくイメージつくかもしれないですけども、本当にサラサラでですね、すごい、シルキータッチというか、パウダーっぽい感じの、本当サラッサラの生地なんですよ。だからなんかね、綿とも違うし、ウールとももちろん違うし、なんかね、本当にこれはこれっていう感じ。コカ・コーラはコカ・コーラと一緒で、これはこれなんですよね。なんかね、他のものにこれっぽいっていう風に例えられないくらい、今まで僕もね、こういうような生地のものには出会ったことないですね。本当にサラサラ、すごい薄いです。それで生地自体はすごい薄い、うん、で若干のストレッチが効いてますね。若干ストレッチが効いてます。生地がとにかく面白いで、軽いですね。もうひらひらな感じ、うん、すごい。こういう音とか、音拾ってるかな、これ。こういうのなんとなくね、サラッサラの感じをちょっとなんとか感じ取っていただければなというふうに思います。はい、でデザイン的なところでいうと、まあ、これ解禁ですね。解禁でボタンがここに3つあります。はい、3つしかないんですよ、逆に言うと。だからプルオーバーっていう感じで着るっていうイメージですね。下までボタンがありません。3つしかボタンないので、だからこの溝落ちくらいまで、溝落ちくらいまでボタンがあって開くという、はい、イメージですね。こういう感じです。あら、まあ全部開けてもいいかもね、下に白 T 着て、うん、全部開けたら開けたで、それはいいかもしれません。で、分かりますかね、この中央にね、センターにここシームがあるんですよ。これが下までいってます。下までいってます。ここのシームが、ここのシームですね。で、これがまあまたカラーらしいんですけどね、裾にドローコードかゴムでキュッとしてちょっとシルエットを変えてみたりとか、こういうのね、ここカラーっぽいですね。なかなか、うん、結構カラーはこういうのやります。裾にドローコードを仕込むっていうのは。はい、で、ポケットですね、胸ポケット。なかなかね難しいんだけど、これは本当一度こう触っていただきたい、触ったら分かるさっていうものかな。すごい特徴的な素材かなと思います。ツルツルですね。ツルツルのひらひらです。超軽い。はい、後ろこんな感じ。はい、うん、なんかパウダータッチ、シルキータッチ、まあ僕にはそれくらいまでしか表現できませんけども、まあ本当に特殊なねカラーのオリジナルの素材を使ったものにアイテムになってます。夏場とかねめっちゃいいと思いますよ。うん、サラッサラでいいんじゃないですかね。すごい着心地がいいのではないかなと、軽やかに着こなすことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで、じゃあ最後ねセットアップを着ていこうと思います。はい、着てみました。セットアップでございます。これかっちょいいぞ、うん、これかっこいいマジで。よし、最初に言っておきましょう。まあ上下、僕が今着てるのは上下サイズ1でございますね。でジャケットが104,000円でございます。でパンツが45,000円って感じですね、うん。はい、じゃあまずジャケットのね説明からいきましょうか。これも、まあ、先ほど申し上げたよりエステルウーリーギャバというね素材でございまして、まあわかるかな、ちょっとウールライクなんですよ。ウールライクなんですけど、でもね触った感じちょっとぬめりがある感じ、ちょっとぬめりがある感じのね、微光沢、光沢もちょっとあってね、ウールっぽいんだけど、まあでも触った感じ着た感じウールではないですね。ちょっと重量感のあるチノとかそっちにちょっと近いかもわからないですね。でもぬめり感がある感じです。でジャケットですけどもね、これも、まあ、先ほどのコートと同じようにですね、このようにちょっと対六肩コートみたいにね、片方が、このようにベルトでこう固定するというか、ボタンじゃないんですね。ボタンはついてません。ベルトです。ベルトでこうキュッと締める。でこういったところにちょっとまあ D 感とかがあってね、はい、なんかこういうのがちょっとまあアスレチックっぽさというか、なんかそういうのを、そういう雰囲気をね、そういう印象を与えますよね、うん。全体としてはシングルなんですけど、丈もねちょっと長めなんですね。長めなんですね、こちら。なので若干ハーフコートに近いかもしれないです。これはこれに限って言うとジャケットというよりは、ジャケットだともうちょっとカラーのジャケットでも丈短いんで、これちょっとハーフコートっぽい感じだから、まあ言ったら僕今セットアップで着てますけども、まあ、これ上単体だけでもね、別々で別に着ていただいても全然いいかなというふうに思いますよ、うん。でね、この素材の特性上ね、やっぱすごい軽いんですよね。軽い、とにかく軽い、すごい軽い。多分これは同じデザイン、同じパターンでも面でやったら多分ね2倍くらい重さ違ってくるんじゃないかなと。とにかくやっぱ軽いですよね、うん、やっぱかっこいいね。ポケットがちょっと大きめですかね。ポケットがちょっとデフォルメされてる感じがあります。いや、いいな、もうこれかっこいい。こうちょっとルーズな感じね、ちょっとねちょっとダボっとしてますから、上がちょっとダボっとしてるんでね、若干ルーズな感じ、あんまりセットアップなんですけどカチッとしすぎない、そういったような印象があっていいな。やっぱここね、右脇腹、ここのこれね、いいよね。これもこのアイテムもね、言うたら今季のカラーの中では言ったら控えめじゃないですか。でもなんか従来のそのカラーの、雰囲気とかなんかそういう感じですよね。これはどちらかというと、素材とシルエットと作り、ただちょっとこうハーフコットっぽく、上はちょっと大きめですけど、いやーいいですね、いいですね、素晴らしい、かっこいい、これは、かっこいい。で僕がね履いてるパンツを見ていただいたら分かる通り、これすごいタフな素材なんで、すごいタフなんで、もう全然ずーっと着れると思いますよ、マジな話で。めちゃくちゃ長い間着れる、ヘビロテしても大丈夫だ、そういうタフな素材だと思います。で一応春夏物ですけども、裏地もね、背抜きではありますけども、このようについてます、結構オールシーズンいけると思いますよ。真冬はもちろん厳しいんだけど、秋とかも全然いけると思いますし、結構シーズンは着れる、シーズンは長いのかなと。内ポケットがついてますね、でね、話があっちゃこっちゃ言って申し訳ないですけどね、カメラに映ってないかな、これね、おそらくね、よくよく見るとなんですけど、縦糸とね横糸で多分色が違うんですよね。でどっちかが黒でどっちかが青だと思います。でそれが合わさってネイビーっていう見え方になってるんで、これね実物リアルで近くで見るとね、多分生地感がまたちょっと印象が違うし、日の光の下だとまたちょっと印象違いますよ、ちょっとキラッとするというか、光沢があるというか、そういうイメージです。はい、じゃあこれがコートです。コートというか、ジャケットですかね。ハーフコートっぽいジャケットです。はい、じゃあお待たせしました、パンツですね。パンツ、これどうですか、このテーパード加減、シュッとね。でこれも首丈ですね、首丈で、僕が持ってるこのエステルウーリーギャバのね、テーパードのパンツとの違いは、こちらのパンツは2タックなんですよ。2タック、2タックなんですね。で僕が持ってるのは1タックなんですよ。だからこっちの方がちょっとウエスト周り、ヒップ周り、ちょっとボリュームがあります、こちらの方がね、タックがある分。そこが違いですね、ただレングスとかね、そういうのを含めて、このテーパード加減とかは、僕が持ってるねパンツと同じような雰囲気です。ウエスト周りがちょっと違うかなと、この辺ね。だからよりテーパードが急になってるというか、そのピッチが結構こう角度が急というかね、キュッとなってるっていう、そういうイメージですね。いいね、これはねおすすめですよ、本当に。これをもし買っていただいたなら、多分こればっか履くことになると思いますよ。すごい使い勝手いいんで、すごい使い勝手いい、何にでも合うし、タフだし、季節も問わないし、もう本当に蜂の巣バキバキになるまでね履いていただきたいし、履けるくらい作りも丈夫で素材もタフな、そういったパンツなのでね、これはね、この素材はもう本当にカラーでしか買えない、そういったもう本当唯一無二のパンツかなというふうに思います。おすすめですね。なんでね、僕が愛用してる5年くらい履いても大丈夫なパンツ、あれをこう経験してみたい方、ぜひです。横が多いですね、こうプシュッとシュッと、横からもシュッと裾にかけて細くなる。いや、いいと思います。はい、そんな感じでね、今回のパートはこれで一応終わりになって、先ほども申し上げた通りね、もう一つパートありますから、そちらの方もちょっと見ていただければなと。っていうか見てください、絶対見てください。はいで例によって概要欄にね、詳細の方リンク貼っておきますから、そちらの方から飛んでみてください。基本再入荷ございません。